半魔家の本家の半魔王岩尾先生です。私は人間の上の生物でございましてね、前にも話したように地球と太陽が生まれる前に宇宙戦争でですね殺されたんですよ。で今の、地球と太陽をですね育てて一番いいと言われているというかね、生物から生まれ変わったわけですね。で SF でいう石棺という一回得られる装置というのはそのやられる前に、作っていたんですけれども、それも破壊されて、てしまったわけですね。で復帰できなくなって、命を受けてですねまた生まれ変わることになったわけですね。地球と太陽を育てて作ってね。でね、今人間たちでですね、分かったことはね、良いもの、良い船員とか良い仕事なんかでね、誰か人間が作って成功しますとね、良い製品絶対買わないんですよ。で、あらゆる妨害をしてきます。お金を出さないようにしてね、苦しめてきます。それで、団体でね、作る全てをね乗っ取っちゃうまで乗っ取るまで、して、それで団体で自由に安くとかですね、団体で周りに手渡すということでね、その経営者はもういなくなっちゃうわけですね。団体のものになっちゃうわけです。作った人でもパテントでもね。そういうことはあらゆるもので 100% やってしまってますね、もうね。でこれにやられてない人間はいなくなっちゃいました。一人もいなくなっちゃったですね。中国なんかの製品なんかも全部それで乗っ取られちゃってますね。日本もそうだし、世界中そうやって団体で盗みます。だから経営者が何か作ってやるというふうな、いいものを作って商売することは 100% 人間たちはできない状態ですね。で、それに対して働く形のね経営者というのが現在の地球の人間の経営者なんですね。でもう乗っ取られてるということで、団体に従って経営者が作られてるわけですね。全てそうですね。大会社も役所も全部そうなってます。で上の生物の、私のところでもね、製品でもそう来るんだけど、上の生物なんで人間よりが強いんですよ。私団体だと、まあ言うなれば弱い、負けちゃいますけど、一人しかいませんからね、地球ではね。ただ宇宙全体で生物って生きてるんで、宇宙の能力者、人間よりか上の能力者が宇宙にいるわけですね。それは無限にいるんで守れてるんですけれども、私の場合はね、地球で良い製品作ったりしても人間たち団体で攻められますけど、しょっちゅう来ますけどね、今も来ておりましたけども、しょっちゅう攻めてもですよ。ただ上の生物でしょ、人間よりか頭がいい、知能が高い、で人間よりか強いわけですね。もう平気どころじゃない上の生物なんで、ただ地球にはいませんね、私しかね。ですから、ただ生物は宇宙全体で生きてますからね、宇宙からも人間よりかもっと多いわけですよ、ね、それが力を貸すということの意味でね、私の方は やられないわけですね。だけども、それでも延々に来ますね、人間たちの、兵隊がね、なんか売ってても突っかかりで、刑事とかね、もう至る辺り来ますね。で悪口言ったりとか絡んできたりとかね、もう徹底して、で買わない時はもう全然商品いいものでも買わないようにしてね。で一人だけ買う人がいて確かめに入るわけですね、製品をね。そんなことをしてきておりますけどね。人間たちは
真似するんだけど、それ私みたいにね、かっこ、か、私かっこよくやってるわけじゃないけど、と思ったら全員 100% やそれやられてます。だからもう それはもうやられてるように見せてないだけでね、人間は注意しないといけないのは全部、ね、もうやられてますので、団体の言いなりになってますね。だからどうなるか分かんないわけですね。その仕事してもちゃんとやっても身が取れるっていうことは分かんない状態になってますので、それはぜひ注意していただきたい。で、必ず取られてしまいますから、株式でもちゃんと働いたら後で全部取られてしまいますからね、団体ね。これは、ね、誰もそれに勝てるもの、人間には存在しておりません。そんなことでね、ぜひ仕事にはとにかく注意しないといけないということですね。財産も全部団体に取られちゃいますね。その言いなりで生きてるだけですね。それも見せないね、そういうふうにしないとまたね、責められますから団体に、ね、ということになってますので、ね、ぜひ人間たち注意していただきたいと思います。